クシャ・サロメアは、中世ポーランドの王女。ハールイチの王カールマーンと結婚していたことから、1215年から1219年まで、ハールイチ王妃であった。サロメアは、ポーランド君主である、クラクフ公レシェク一世と、ルーチク公イングバルの娘グジミスワバとの間に生まれた。彼女がまだ3歳の頃、 ハンガリー王アンドラーシュ二世の息子、カール・マーンとの結婚が話し合われるようになった。サロメアの母親は、ハールイチ公国の統治者たちと、親戚関係にあり、サロメアとカール・マーン双方の父親は、同地域を支配しようと目論んでいたため、幼い二人が縁組の後、ハールイチの国王夫妻となるという計画は、両家にとって利益になるものだった。1215年、 4歳のサロメアは7歳のカール・マーンと結婚式を挙げた。しかし1219年、ハンガリーとポーランドによるハールイチ統治は失敗に終わり、幼い国王夫妻は敵側に捕らえられた。1245年、未亡人となっていたサロメアは、クララ修道会の修道女となった。彼女は、聖女とみなされ、少なくとも、 結婚生活の間純潔を保ち続けていたと言われている。彼女は1672年教皇クレメンス10世によって劣服された。サロメアの墓はクラクフにある。ありがとうございます。